羽生結弦選手、10年分の、名言が書籍に、125点の写真も収録、26日発売。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。男子ビュアスケートの羽生結弦選手の、10年分の、名言と写真を集めた書籍、羽生結弦の言葉、宝島社が10月26日に発売される。 このほど、ハブ選手の無邪気な笑顔や、リリシーはそう姿、躍動感あふれる競技中のカットなどのビジュアルが公開された。同書には、悔しさは僕にとって収穫でしかない、真っ暗だからこそ見える光があるなど、ハブ選手の111個の言葉と125点の写真を掲載。2010から11年シーズンから2019から20年シーズンまでのインタビューなどから言葉を厳選し、 ハブ選手のオフィシャル写真集も手掛けたフォトグラファーののとじか、のとスナオさんらの写真と共に編集した。A5 版、256ページ、価格は1400円、税抜き。セブンイレブン、セブンネット限定カバー版も発売される。共にポストカードが付く。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。